始まりました。カンカンです。はい、というわけで今日は12都市ワンマンツアーを占ってもらうべく、すごい占い師さんに来ていただきました。ムンロ王子といって東大卒のタロット占い、テレビとかにも出てるすごい人なんですけれども、今日はその人とタッグを組んでみんなにドッキリを仕掛けていきたいと思います。最近、12都市も決まっていい調子なんですけれども、ダメな方向に占ってもらってメンバーの様子を見ていきたいと思います。それではご覧ください。どうぞ。しゃべちゃん始まりました。イエーイ。カンカンです。ゆうちゃんです。みのりんです。ゆずみんです。みとちゃんです。みのです。おみです。よろしくお願いします。今日はですね、はい、私たちの12都市ワンマンツアーを占ってもらうために東大卒のムンロ王子さんに来ていただいております。ボンジューこんにちは、ムンロ、ボンジュー。一人店にも出たんだけど最年長、はい、そう、高身長、高学歴、高青年のムンロ王子です。お邪魔させていただきます。YouTube すごいですね、ヒットしてまして。ありがとうございます。ちょっと今日は占い、何ツアー、12都市ワンマンツアーを開催するんですけど、はい、いつ2020年の3月7日からスタートしました。タロットってなんか死神とか、パワーとか悪魔とかあるんだよね。じゃあこの都市は強いよとか見れたりする。そういう感じでね。ちょっと全体をじゃあ見てみましょうね。ちょっと あんまりね占う時にいいカードが出ろって思うということないんで、まあ、教えてくださいぐらいの気持ち。じゃあ皆さん手を合わせて目つぶっておいてくださいね。じゃあ視聴者の皆さんね、ちょっと占ってみましょうね。さあ、じゃあちょっとカードを切ってみます。はい、じゃあどうぞ目開けてください。こういうのって撮り直しとかできないんですか？もう一回やりな。あ、でも時間。ちょっと。何が出たんですか？何だろう。いや。どうしよう。どうしよう。いいカードから話そうね。はい。いいカードから。ゼロ番、いいカード。これはね、無邪気な冒険家って言って未知の世界に飛び込む。これいいカード、これ初めてだ。そう、初めてで、これも火がついて燃え上がるマッチ棒で物事が始まるっていうカードで、これもいいカードなんだけどね。2枚だけで。これはほら見て、重い荷物を背負ってるって。ちょっと重荷が、まあ、今のプレッシャーよりももうちょっと悪い重荷だね。死神出てる。 S やばい。死神が出ちゃう。死神は終わらせろっていうこと。悪魔もう心が甘えてるから、そこに悪魔が入り込んで堕落していく。ちょっと調子こいてるんじゃないの？ちょっとね、10万人とかして調子こいてるかもしれない。そう、でこれ最悪。パワー。そこから脱出しろっていうか。一番悪いカード。だから終わらせて脱出しろ。だからでも未知の世界に飛び込んで何かが始まる、重い荷物を背負ってね。で5人がこれ5人じゃなくて人が争ってる姿、揉めてるやばい。どういうこと？じゃないの分かんないけど、何しろね、新しいこと始めちゃいけないんだね。始めちゃうやん。例えば引っ越しとか海外旅行とか、そういうなんか自分の場所から移るっていうのがよくない？引っ越す人いっぱいいますよね。やばい。海外も行くし、引っ越しも3人ぐらい。誰引っ越
はい、引っ越し。三月までに。三月までに。あ今月。やばい。それよ。しかも1月は海外で、やるってみんなで。一日撮影が。スポーツも撮りました。ちょっと。何したった私たち先に取れるいや本当に合ってるんですか何いやいや私たちあれこれ向き合ってないよ本当に向き合ってね何これ影響法が私今12万人の前で恥かいてるんだけどやばい何か起こることとかなっていく多分、うん、あの視聴者の人はちゃんと私シャッフルしていくことになるからそうですよね、うん、でもどうしたらいいんですかだからね引っ越しと海外旅行やったほうあとねなんかブランドっていうかなんかそのロゴがいっぱい見えるんだけどロゴブランドがなんか好きな人がブランド？ブランド品を身にまとってる。ああ、そこら辺が多分この甘えっていうかね。あれ？リナちゃん。リナ？ちょっと体が足りてくれて。ブランドを着るとスポンサーがつかないじゃないですか。そのスポンサーのブランドならいいけどね。これ絶対多分収録にならないねこれね。会社なんだよ。ちょっと最年長。そういう意味だとね、何だったっけ、あのほら、霊媒師さんが見せるみたいに絶対こうなるんじゃなくて、警告なんですよ。あでもね、悪いけど、これ78枚待って、これ3枚悪いけど、これ3枚しかないんだけど、ね、そういう意味では持ってるわよ。ある意味、これすごい収録してる、今。そう、持ってるよ。だってさっき、これとかこれとかあるよって言って、全部出てた。そうだよね、全部出た。でもこれで成功したら、私の占いの外れだ。絶対成功させない。いやでもちょっと待って、だってシャーベット、はい、シャーベットって冬無理でしょ。私は占い師本物。誰が来たの？やめてもらい泣きしちゃう。どれがドッキリなのか分かんない。ムンロージは正しくて。東大王。これはまあなしにして、はい、次また新しく占ってください。次に。これを？はい。あの次もうメンタルやられてんだぞこっち。ちょっとお口直しにね。あの私だってさ、ドッキリしてって言われた時はさ困ったって。いい顔出てる。急にコンコンが切れ始めた。コンコン泣いちゃったのかと思う。あーでもやっぱこれは一緒だ。怖い怖い。ほらほらこれも一緒。あほらこれもこれだってちゃんと切ってた。これ本当よ。いやいやいや、だってちゃんと混ぜてたでしょ、ぐじぐじを。うん。あら、やっぱり、案が当たってた。これはどういうことかって言ってね、過去、現在、未来で、これが皆さんで、皆さんの周りでね、これが今回の結果ですけど、対策、全体を支配する力。これはね、スター。いいカードですね、スター。ただ、これは夢を見るっていうカードなんですよ。で、これ、私から言うとこっちが正しい字なので、今ひっくり返るというか、夢がない。やばい。夢がない。目標がないのか。で、これがビジョンがない。
同じ。でこれはね、目の前のビジョンがね、見通しが真っ暗、まあ、言い方あるとただやってる、はい、でこれはね、5年10年先の見通しが立てる。星だから遠い目標、目の前の道もだし、もう遠い目標も見えてないって出てるのね。小目標もないってこと。そうで、この死神は今回は逆位置で出ましたけど、逆位置、うん、正しい位置だと物事を終わらせて方向転換しなさい。でこれはね、もう終わってるの、終わってるからそろそろ方向変えなさい、いつまでもそこにいちゃダメよ。要は多分いろんな、いつ結成されたんですか。3年前くらいでしょ。で今こういう形で動き出してるから、だけどね、なんかあのまだ全体その3年前のまんまなんです。だからその大きな流れが変わってるんで、みんなでやっぱそっちに向かって方向転換していくっていうことと、これはさっき言ったように物事が始まるんだけど、低いだとしけたマッチみたいに火がつかないっていう、で重い荷物を背負ってこれ投げ出すってカードを作るんですね。もういっぱいいっぱいで5人が争ってるとまとまりとみんな でこれはいいカードでね、職人がまだ見習いで足場を固めてる姿で、これはちょっとこれちょっと3月に、3ヶ月3月見てるんですよ。大事なものが手に入るって、これ金貨、金やか、やったね、まあ、まあだってほら、お客さんのことなんですけど、クルーが集まればね、お金になるから、うん、まあなんか大事なものが手に入るんだけど、6月ぐらいに大きな方向転換をしなさいってことですね。そうだね。だからまあ皆さんまず今ツアーのことで一生懸命でしょうけど、やっぱりどういうふうにね、このチームを持っていくかって、やっぱりみんなで共有しといた方がいいんじゃないかな。ちょっとそこら辺がバラバラな感じが見えてますね。頑張ってください。ありがとうございます。それではドッキリ大成功でした。でも正しく占ってもらって、自分たちのことが分かったので、これからちょっとずつなんか方向転換して、いい方向に持っていければなって思ってます。はい、チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。それでは以上、しゃべちゃんでした。バイバイ。